小川スペシャルロールって感じで、今日はサーモンを使ってスペシャルロールを作っていきたいと思います。まあ、いろんなものを使ってやっていきますので、ぜひともね、参考にして作っていただければと思いますので、使うものはアボカド、サーモン、トビコ、キュウリ、照り焼きソースとマヨネーズになります。照り焼きソースにつきましては、以前作り方をやってますので、そちらを見て参考にしてください。もうね、これはね、私もいろんな国行った中で、もうこれ作るとね、もうどこの国もみんな笑顔になります。もう鉄板メニューですね、私のおすすめ。本当にこれはもう世界平和につながるロールなんで、平和ロールとのもう、名乗ろうかなと思うぐらい、みんなを笑顔にするスマイリーロールとかでもいいかなと思います。本当に美味しいので、ぜひともね、皆さん、参考にしてみてもらえればと思います。まずね、アボカド、アボカドをよしと切ってもらって、最近ね、本当アボカドなんかもね、非常に森のバターとか言ってね、最近では人気で、体にもねいいとも言われてますからね、お寿司ともすごい合います。あとはきゅうり、きゅうりをこうやって千切りに刻んだものになりますので、こういう形でね、はい。そしたらね、まずね、今からロールを作るんですけども、裏巻きという巻き方をやっていきたいと思います。だいたいシャリ、だいたい80g から 90g ぐらい、だいたいでいいです。シャリをまた広げていきます。でこの場合は、裏巻きという巻き方ですので、海苔をね、こうやって海苔の上に全部お米をこうやってきれいに感じで引き詰めていってください。そしたらですね、ちょっとね、この上に今度飛び粉をつけていきます。飛び粉もこの食べた時にこのプチプチ感がね、またすごいたまらなくいいんですよね。飛びますとかね、いいですね。古いですね。飛び子というのはね、これね、飛び魚を子供になるわけです。飛び魚ってね、飛ぶんですけど、別名アゴとも言うんですよね。よくアゴ出汁って日本では非常に出汁も出て、すごい出汁も美味しいんですけど、もちろんね、でも逆に身の方がね、そんなに食べたら美味しいんですけども、あんまり出回らないで、逆にこの飛び子の方が人気が出てですね、どこの国でもやっぱりこうキャビアとか言ってプチプチ感がたまらなくて、すごい美味しい、人気があるんです。よくお寿司ではよく使われて、最近なんか色のついた黄色いやつとか、わさび味の飛び子とか、いろんな飛び子が今出てます。はい、そしたら、これを逆さにします。こういう感じですね。はい、そしたらここにアボカド、アボカドも美味しいですよね。あとはね、やっぱこのシャキシャキ感でね、このキュウリも入れるとね、こうシャキシャキっとね、美味しくなるので、こんな感じで、キュウリも入れていきます。はい、そしたらね、これを巻いていきます。巻くときもね、このね、ラップで、やっぱりこう外がね、ご飯なんで、ラップで一回ね、こうくるんとこう巻いてあげるんです。で、くるーってこうちゃんと巻き上げたら、巻き巣を使って形を整えてあげます。こういう感じ。そうするとですね、もうちょっと強く。このような巻物が出来上がります。でこれを、こういうお皿に引き分けるんですよね。はい、でこっからがですね、ちょっと特別になりますけども、この
このサーモンを使っていきます。まあ、若干薄く広く取っていきます。で、この上にこう乗せていくわけです。あんまり薄いと割れてしまうし、まあ、もちろんね、厚いとね、まあ、贅沢になってしまいますけど、まあ、薄からず厚からずでね、こういう形で巻いていきます。1回かな。はい、こういう感じで巻きました。そしたらですね、先ほどのラップを使ってもう一回ここでちょっとこのシャリにね、このサーモンをなじませる感じでちょっとこう押してあげます。そうするとこのシャリにこうなじむ。はい、さあこっから登場ですね。このトーチでゆっくり焦げないようにちょっと火を弱めて、ゆっくり焦がさないように、あんまりやりすぎると逆に身が固くなってしまうので、このくらい本当にちょっとこうさっと炙るような感じで、ちょっと薄くちょっとこうレアっぽいぐらいがすごい美味しいです。そうしたらこのサーモンをまな板に置いて切っていきます。ワンカット6等分にしていきましょうね。2カット6カットと6等分にしました。はい、そしたら持っていきます。はい、そしたらですね、ここから照り焼きソースをかけていきます。感じですね。そしたら最後にマヨネーズをかけていきます。ベベーン、サーモンスペシャルロールの完成です。どうですか。そうですね、日本だとなかなか、ね、やっぱりこういうお寿司ってまだまだ出てなくて、ただやっぱりお寿司ってね、昔は本当にこう船寿司から始まって、それからね、慣れ寿司とかから始まって、それからまあお酢とかが普及されて早寿司とかになって、箱寿司ができたり、そこから今度軍艦ができたり手巻きができたり、日本でもこうやってやっぱ進化していくものなんですね。やっぱりこれが寿司じゃないとかね、もちろんそういうのもあるかもしれない。もちろん伝統はいいものだと思うんです。寿司としてやっぱり伝統っていうのは素晴らしいもの、でもやっぱ進化するものは進化するもので、やっぱり楽しんでもらうのもこの寿司というね、今世界で共通語になって世界中にこうお寿司が広まってますので、やっぱりこういうお寿司もね、また食べてみて楽しんで、ね、やっぱり料理に答えってないんですよ。美味しいのが答えだし、作った側がいくらいいだろうと言っても相手側に伝わらなければ、まあこれはね本当にただの自己満足になってしまうので、こういうお寿司もあるんだよっていうことだけは皆さんもね思ってもらって、もちろん俺は伝統的なものがいいんだよって言ったら、もちろん伝統的なお寿司を食べればいいし、ちょっと食べてみようかなと思ってね、こう挑戦してみるのも、またこれもやっぱりお寿司を食べる上で本当にこう楽しみなのかなと、ね、本当に今世界でいろいろ進化していろんなお寿司が誕生してますので、まあ、こういうお寿司もあるよっていうのを皆さんもね、ちょっと今日は紹介させていただきましたので、ね、このチャンネルが、まあ、いいと思った方はこれからもどん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 お寿司について、もちろん日本食について皆さんにこう伝えていきますので、ぜひともですね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。でね、もちろん、まあ、良くても悪くてもとりあえずグッドボタンよろしくお願いいたします。